皆さんこんにちは、深田恭子です。映像でこの作品を見て一瞬でこの世界観に魅了されまして、涙が止まりませんでした。見た時にもう絵本の世界ではもちろん知っていたんですが、それがこうして形になった時に、そしてこの作品の世界観だったり音楽だったりとか、全てがこう自分の心に刺さって、この世界で生きたいというふうに思ったので、自分の初舞台がこの作品というのはもう幸せですね。この役の中で早く自分が生きたいです。なんだろう、味わいながら演じられたらと思いますね。決して伝える方だけということではなく、とにかくこの世界観を愛しているので、白猫として今は日々模索しながら、模索というか、まあ今までの自分の中では本当に初めてのことなので、アドバイスをいただきながら、いろんな今までしたことのない動きを自分でしながら挑んでまいりたいと思います。本当に心から真摯に向き合い、今までとはまた違う形で皆さんにこうして何かを表現できたらというふうに思っております。まだ本番までは日々ありますので、皆さんにいい作品をお届けできるよう全身全霊で進んでいきたいと思いますので、皆さんどうか楽しみにしていてください。ミュージカル100万回生きた猫、劇場でお待ちしております。